ロイヤルサブキン劇場つなげ国民の声。ここからは私たちウィッチ、そして王子が皆さんからいただいた国民の声のお題3つを盛り込んだラジオドラマを撮り直しなしで演じます。ウィッチと王子に与えられた練習時間は30分のみ。セリフの中に盛り込まれたお題ははっきりと演じましょう。今回のお題は花札総理大臣さんからドライアイ、ヤンヤンタカヤンさんから糸電話、栗太郎さんからアウフグースいただきました。なんでそこ噛むよお前ちょっと声笑ってるの。アウフグースやぞお前、ドイツのお前サウナに入った時のお前熱気の回し方やぞお前、蒸気のやばいやばい、アウフグースやサウナガチ勢怖っ、アウフって怖い怖い怖い、何ダメージ食らったみたいな音しとったよな、アウフグース言うとやるの。はい、はい、頑張ります。今回出てくるんでね、アフグースさんね、グースさん、アフグース出てくるんでね、ますね、はい、はい、じゃあ行きましょうか。早速泣くよ、ウグイスちゃうわアウフグースやそういうことじゃないでしょう。はい、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、私たちウィッチと我が輩王子は最後まで演じ続け物語を完成させてみせます。あれ、ここは待ちなさい、そちらへ行ってはいけません。え、誰、あなたが進むべき道はこちらです。あなたはとにかくこちらへ。あ、はい。危ないところでしたよ、もう少しで二度と戻ってこれなくなるところでした。そうなんですか、ありがとうございます。構いません、これが私の役割ですから。役割？はい。ここは、この真っ白な場所はどこなんですか？もしかして私、もう死んじゃったんですか？はい、やっぱり。じゃあ、あなたは神様ですか？いいえ、ただここで役割を与えられているだけのものです。ここは天国なんですか？それとも…そのどちらでもありません。ここは、現世で天国や地獄と呼ばれる場所の少し手前、現世に未練を残さないための場所です。未練？あなたはこの先の場所で今後の行き先を告げられます。その前にこの場所で現世の未練を断ち切るのです。どうやって？これをどうぞ。え、これって糸電話？その糸の先は現世につながっています。誰につながってるんですか？それは今からあなたが決めるのです。ここでは一度だけそれを使って現世の人と話をすることができます。さあ、その人のことを頭の中で考えて話しかけるのです。やってみます。私が話をしたいのは、もしもし、先生ですか？あ、本当に繋がった。はい、先生、はい、私です。はい、そうです、先日ドライアイの目薬を処方してもらった。あ、そうです。ん？次の眼科検診来週の火曜日でお願いしてましたけど、ちょっと都合悪くなったので一旦キャンセルで。はい、すみません。そうですね、次は、はい、また決まれば。はい、はい、失礼します。はあ、本当に繋がった、ありがとうございました。ちょっと待って、え、眼科？眼科の先生と話したの？はい。え、すごく好きな先生だったとか？いや、別に普通に丁寧な先生ですけど、好きとかは特に。え、話聞いてた？一度だけしか連絡できないのよ。はい、だから検視の役のキャンセルを。もう行けないし。いやいやいや、誰か他にいるでしょ？家族とか友達とか彼氏とか。彼氏ってそんなリア充じゃないですよ。います？彼氏。え、私？はい。それは想像にお任せしますけど。なんだ、仲間じゃないですか。彼女いないっていつ言った？想像に任せるって言ったでしょ。彼女？彼女？あ、まあ彼女とか彼氏とか恋人いるとかそんな言い方はしないかなって。そうでしょ、そんなのいいからもう一回電話しなさい。眼科に？
違う、誰かいるでしょ、もう一度話をしておきたい人。あ、そうだ、花屋さんにもお花注文してたんだった。もしもし。ダメ、もういいから、業者へのキャンセルは。だってそういうのは誰か何とかするから。そもそもなんで花を注文してたの。お母さんの誕生日に花を贈ろうと思って。それよ、じゃお母さんでしょ話すべきは。でもそりゃ話したいけど。そうよ、お母さんだって喜ぶでしょ。結局悲しむことになるじゃないですか。まあね。いやでもさ。もしもし、フラワーショップ奥田さんですか。こらこらこら、てか別にキャンセルしなくてもいいでしょう。あ、そっか、あれ、もしもし、もしもし、通じなくなりましたけど。へえ、また最近多いのよね。ちょっと係の人スマホで呼ぶわ。スマホ普通にあるんだ。もしもし、アウフグースですけど。はい、未練断ち切りスペースの、あ、お疲れ様です。あ、そうです、あの糸電話です。はい、あ、またちょっと来てもらえますか。はい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 、係の人がすぐ来ましたよってねお疲れ様です。あ、この糸電話ね、これね、型も古いからもう一度メーカーに送らないとダメなんだよね。あ、じゃあ急ぎでお願いします。そうしたいんだけどね、電球入っちゃうし部品取り寄せになるらしいから、これ治るの来月になると思うよ。そうですか、じゃあお願いします。あの、私はとりあえず延期です。延期？はい、ちゃんと未練を断ち切らずにあちらに行かせるわけにはいきませんから、とりあえず一旦現世にお帰りください。また来月お呼びします。はい。あ、ちなみに来月といってもここでの話です。ここと現世とは時間の流れが違うので、次にお呼びするのは多分80年後くらいです。え、それまでお元気で。あ、はい、眼科予約し直さなきゃ。